皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日は、20ミリレール対応拡張マウントベース Y0032、こちらのご紹介ですね。ブランドさん、ショップさんかな、 LXGD さんから購入です。今現在の価格は、1380円ですね。はい、こちらの商品のリンクは動画解説欄に載せておきますので、よろしくお願いいたします。Amazon さんで購入しました。で、じゃあ商品の詳細の方を見てみると、20ミリレール対応、重量が約 100g、 アルミ製とありますね。はい、でこちらに関してはですね、まあレールが少ないものに対して拡張したいっていうのは僕はメインですね。で買いました。今回は、マルゼンさんの CA870 チャージャーですね。ちょっとこの商品は一旦避けといて、チャージャーはこれしかないんですね。これしかない。はい。で考えたのが、まあタクティカルとかそっちの方のものをつけてもいいのか。タクティカルだと多分長いんですよね。ただ高いんですよ、お値段が。それを買っちゃうと、まあここにガチャンとつけるタイプのものもあるんですけど、それ買っちゃうと高い。でこれだけのものを、まあそうですね、こう見てみると、だいたいおおよそですよ、おおよそ、端から端まで、4センチ3ミリとかそんなものでしょうかね、おおよそ。はい、この幅なのでもう乗せられるものがだいぶ限られてくるんですよ。ほとんど乗らないと言っては失礼ですけど、まあ、限られますよね。なのでそれをじゃあ拡張するにはどうしたらいいのかなということで、いろいろ調べてみたら、もうこんな便利なものがあるんですね。はい、すごいですよね。金属製です。アルミ製かな。うん、でまず箱からお見せしましょうか。こうなってますね。20ミリレール対応拡張マウントベース Y0032 新品というこの箱に入れられてやってまいりました。シンプルでいいよね。で、物を見るとこういった感じで、まず最初確認したいのが、安いもんに多いのが、ちょっとここの反りですよね。この反りとか、レールの肩の部分がしっかり揃ってるか、これ抜け落ちてるものも安いやつってあり得るんですね。で、一旦定規当ててみて、この定規ってちゃんとした定規ですよ。経年劣化でガタガタしてる定規ではなくて、しっかりまっすぐな、金属の差し金とかがいいのかな、しっかりしてるやつ、曲がってないやつ。当ててみて、ちゃんとガタつきないか、安定してこう押し付けてみてね、このまっすぐなこのへこみのところに押し付けてみて、ちょっとねこれでガタ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 しちゃうもんであれば、ちょっと信用はできないかなっていう感じはしたんですけど、当ててみてた感じ特にガタないので、まあ大丈夫かなという判断で僕はやってます。はい、で、これで今、じゃあどんだけだよって分かんねえよって言われると困るのでね、端から端まで、ちょっとじゃざっくり端に合わせてこう見てみると、だいたい14センチ、5ミリ、145ミリでしょうかね、おおよそ。はい、まあお値段がお値段なので、ね、そこまでの精度を求めちゃうとかわいそうなんですけどね。で、あとはこの高さか、どっからどこまでお教えした方がいいのかな。まあ、じゃあ、こっからここまで、下から下までにしましょうか。下から上までか。ちょっとこれも難しいですね。おおよそでごめんなさいね。おおよそ、3センチぴったりぐらいでしょうかね。30ミリぐらいでしょうかね。ちょっとこの、差し金っていうか、この、あれが、こんな感じです。こんな感じ。光沢がごめんなさいね。光沢が見えづらいですね。はい。で、ここは六角。まあ、もう指で回せるような感じになってますね。これが便利ですよね。工具使わないといけないっていうと、かなり
その工具がないと煩わしいので、現場ではそんなことをやるよりは指回しが一番楽ですからね。で、一つ、このシャフトは通ってるんですけど、一つはフラット、フラットといっても傾いちゃってんなこれ。うん、そうですね、若干傾いてこっちが出っ張っちゃってますね。うん、これはちょっと打ち込みで直そっかな。若干ですけど、本当はまっすぐ鳴らされていなきゃいけないものはこちら側がちょっとこう上がっちゃってますね。で、逆側へこんじゃってますね。はい、裏面はこんな感じで、こちらから見るとこんな感じ。もうここだけ見てもサイティング下手すりゃできそうですけどね、ついてなくてもね。この四角の穴だけでここである程度当たりつけられるっちゃつけられる可能性はありますよね。まあしっかり精度が出てればの話ですけど。はい、じゃあチャージャーにはどうやってつけるかっていうと、まあこっからこちら側からはもうこういった形ですね。こうやっちゃうと目に刺さるのでまあ覗かなきゃいけないから、こうやってね、こちら側にいると顔に刺さるので、まあ、もちろんこちら側なんですけど、で、できればこっちのシャフト側のボコっていうのを合わせると。ただ、こういっちゃうとね、この枠にね、ここに干渉しちゃうんですよ、若干なんですけど。なので、ストックを伸ばした状態だと確実に干渉しません。で、どの位置で止めるかなんですけど、だいたいそうですね、ギリギリ、あ、もう出ちゃうか、この位置かな、1個出たぐらいですかね。ちょうど場所的にはちょうどここに一番最後のこのボコってとこにこのシャフトが噛んでるような感じにしてみます。ちょっと手汗がね。はい、でここでもう次で多分干渉するんだよな。ここでね、皆さんにお見せしづらいかな。よいしょ。この時点でね、ギリギリ干渉するんですよ。本当にギリギリですよ。ギリギリ擦れてます。がっつりぶつかってるというよりは、ギリギリ干渉してる感じ。お分かりいただけますか？ちょっとぼやけちゃってるかな？はい、ギリギリ干渉しちゃってるんですね。なので、1段階目ですか、まあ、最後まで持っていけないことはないんですけど、心配な方は1段階目で止めとけばいいかなと、こういった感じですね。で、うわ、こう覗くと先ほど申し上げた通り、若干この穴がね、サイティングに使えそうな気もしないでもない。はい、で、引きでちょっとお見せしたいかな。はい、こういった感じになります。まあ、今ちょっと載せるサイトがないので、全容しかお見せできないんですけど、こういった感じですね。はい、これが一番値段的には安上がりでいいんじゃないでしょうかね。手持ちのサイト使いたいけどこんな狭いところ載せられないよって場合は、こういった具合がもう1000円ちょっとぐらいしかしないので一番安上がり。ただ、まあ価格帯は価格帯ですから、さっきから何回も言ってる通り、精度をあまりにも神経質に気にするような人であればやめた方がいいのかもしれませんね。ただレビューは高評価が高いので、まあ間違いはないのかもしれません。ものによってはなんか別なものが届きましたっていうレビューもあるので、そこら辺は注意していただきたいかなといったところでしょうかね。うん、僕はこれで十分使えると判断したので、まあ金属製ですからね、樹脂製のレールだったら、ちょっとダメージが受けやすいかなって、つけたり外したりしてると、まあ樹脂製だったらね、削れたりとかして精度がだんだんガタガタが来るので信用できないんですけど、金属製だとまあそんなこともあまりないので、物自体のね精度がちゃんと出てればの話ですけどね。なので、ある程度妥協した感じで買うのもいいですし、うん、試しに買ってみる価値は僕はあると思って今回は、ご紹介してます。なのでこの、CA870 チャージャーのようにレールがあまりにもね狭くて付
何もつけらんないよこんなところ、もしくは手持ちのサイトがこれじゃつけらんないよって場合は、まあ高いねものを買うよりはこういった安いものでとりあえず試してみるのもありなのかなという感じがします。はい、今日はじゃあこんな感じでしょうかね。若干短めではありますけど、はい、これ以上紹介しようがないのでここで終えたいと思います。まあ小物ね、結構実はこれ僕2017年に買ってたんですね。全然紹介しなくて、はい、埋もれてたっていう感じなんですけど、はい、今回は、LXGD、これショップ名かな、はい、20ミリレール対応、拡張マウントベース Y0032、こちらの方をご紹介いたしました。価格はもう一回1380円、動画解説欄にて商品リンクを貼り付けておきますのでよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。